はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数 B のベクトルの成分丸四をお送りします。で、成分4本目で、このタイトルね、ベクトルの成分はここで終了です。次回からね、ベクトルの内積をやっていきます。で、最後は問題が2問となっておりますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって分かんないのがあれば、今からね、両方解いていきますので、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。もうね、最初から噛むっていうスタートになりましたけど、じゃあね、1番いきましょう。で、ちょいちょい出てきてますけど、また平行です、この問題ね。で、何が平行かっていうと、この A ベクトルプラス 3B ベクトルっていうこいつと B ベクトルマイナス A ベクトルっていうこの2つが平行だから、結局これが主役になるんだけど、そのためにはこれが必要なので、 A ベクトルが成分だと X のマイナス1で、 B ベクトルが2のマイナス3となってます。で、ずっとね、平行でやってきましたけど、平行っていうのはこのベクトルイコール K 倍のこのベクトルってやれば、このベクトルとこのベクトルが平行ということができるので、今回もそれを使うんだけど、まずこいつが成分でどうなってるのかをね、出さなきゃいけないので、まずそこから計算していきます。なので、ちょっとまたちっちゃめでごめんね。 A ベクトルプラス 3B ベクトルが、まあ後で代入するだけなので一応書こうか。 A が X のマイナス1プラス3倍の B がこう2のマイナス3となる。で、これ計算してしまって、まず X 成分の方が X と配って6なんで、 X プラス6で、 Y 成分がこっちマイナス1そのまんまで、これマイナス9になるから、こっちマイナス10になるね、 Y 成分の方は。これが A ベクトルプラス 3B ベクトルを成分で表すとこうなるよっていう。で、次に同じように B ベクトル、B ベクトルかマイナス A ベクトルも、まあこれは暗算でもいいかなって気もしますけどね、一応書こうか。 B ベクトルがあれなので、2のマイナス3引く A ベクトルが X のマイナス1と、X 成分の方やっていくと2で配ってマイナス X なんで、2マイナス X で、Y 成分の方がマイナス3配ってプラス1なので、マイナス2と。これで成分完了です。で、あとは K 倍のってやればいいんで、まあどっちにつけてもいいんですけど、まあ両方 X 入ってるから多分負担としては同じかな。じゃあこっちイコール K 倍のこっちにしたいので、 X プラス6こっちねの成分イコール K 倍の2マイナス X マイナス2とこうなります。で、これも K 配るんだけど、配った後に連立方程式を解いていけばいいので、結局配ったら X 成分同じじゃん、Y 成分同じじゃんってやってはいい、やっていけばいいだけなんで、まず X 成分 X プラス6イコール、これ配っちゃった方がいいから一応配っちゃおうか。 2K マイナス KX、 これ X 成分が同じって方ね。で、 Y 成分の方がこっちマイナス10でしょ、イコールこっちマイナス 2K となるので、この連立を解きたいと。で、これ K 一瞬で出るんだよね、下両辺マイナス2で割れば。もうこっから K が5ってそこ出てくるので、じゃあ上の式に5を代入、 K のところにね、5を代入して解いちゃえばいいじゃんっていう感じで終了になります。で、これね、下あと2行ぐらいか、ちょっと行ってみようか。入れてみると X プラス6でしょ、イコール、これね、 K に5を入れるから10で、こっちがマイナス 5X で、これね、一次方程式なので普通にも移項してこれ持ってくると 6X 持ってくると4なので、6で割って6分の4だから X イコール3分の2でしたよみたいな。
いいかな、これで終了となります。なので今までやってきた並行と使ってるもの同じね、この競売なんで。ただ最初にこの2つが並行って、こいつら主役だからさ、こっちじゃないから主役は。なのでこの2つを成分に表すっていうところをまずねやってもらえればと思います。で2番がね、まあ、ちょっとこの最小値とか言われた瞬間にそこ嫌いな子はねはって思ってしまうかもしれないんですが、その辺とコラボする問題となります。で次は、A ベクトル B ベクトルは、X 入ってないです。普通に2、1、マイナス4の3と普通に実数で分かってると。で T がねここから現れるんですけど、 T を変化させるとき C ベクトルは今こう置いてある、 A ベクトルプラス TB ベクトルと。でこいつの大きさの最小値、大きさねと、その時の t の値を求めようってことで、まあ、二次方程式、ごめん、二次関数なのかなっていう感じはするね。でどうやるかっていうと、結局この c ベクトルの大きさが主役になります、話としてはね。でもさっきと同じで、まず c ベクトル表さなきゃいけないんだよ、成分でね。そっからがスタートなので、そっからいきましょう。で2番でここね、 A プラス TB ベクトルって分かってるので、まあ代入していくと A が2の1かプラス T 倍のマイナス4の3と分かってるので、 X 成分が2マイナス 4T で、 Y 成分が1プラス 3T となります。これ成分ね、 C のね。で大きさは前もやりましたけど、この成分を両方とも2乗してプラスしてルートをつけるっていう感じだったでしょ。でここで普通にやっていくと、こうね、 C ベクトルの大きさはこいつの2乗なので、行的に、あ、いや一回書こうか、 2-4t の2乗プラス1プラス 3t の2乗でルートをつけて中身でって書いてもいいんですけど、これですね、もともと本当はだよ、本当はルートつくんだよ、ここにつくんだけど、ルートがつく前ってこっちにもともと2乗があるの。いい、本当はね、この大きさの2乗はこれの2乗プラスこれの2乗、まあ三平方のイメージになってるんですけど、これになってる。でも公式としてはどうせこの2乗を外してルートつけるからさ、だから2乗を消してルートっていうのが公式になってます。でも今回ちょっと意図的にこれで書かせて、もちろんルートで書いてても構わないんですけど、いいかな。でこの状態のまま右辺をまず整理しに行きます、大きさを。で C ベクトルの大きさの2乗イコール、これちょっと暗算はきついかな、ちょっと言ってみていい？これ T2 乗から行きたいので、これ展開すると一番後ろが 16T2 乗、こっちが 9t2 乗なんで 25t2 乗になります。みんな普通にやっていいからね。でこっちが t の部分がマイナス16、向こうがプラス6だからマイナス10か、ま、なんて 10t もお腹落ちてごめんよ。で次が4でこっちが1やからプラス5となります。きっと合ってるはず、これでさっきやったのと一致してるって大丈夫ね。で最初にもちょっと言ったけど、これ最小値とその時の t の値出したいんで、まあ二次方程式でまた間違った、二次関数になるとってなってんだよね。で二次関数になって最小値とか出すためには平方完成をしなきゃいけないので、それをやっていきます。ちょっと懐かしい話になりますけど、で平方完成をやるので、これまたみんな普通にやってね、ちょっと暗算でやりますけど、25出すから25分の10で5分の2、だからそれ2するからマイナス5分の1かで2乗で25分の1、1になってそれを引くからプラス4、ちょっと暗算使いましたけど、こうなる、平方完成するとね。で結局ちょっと数がでかいですけど、これは下に1つこういう二次関数になってる、頂点が5分の1の4のね。で範囲が別に決まってないので、最小値は頂点で取るじゃん、一番低いところ頂点ここだからね。つまりt イコール5分の1の時で、最小値
4って書きたいんだよ、本当は。普通の二次関数だったらそう書く。いいね、範囲が決まってないただの最小値だったら頂点だから t イコール5分の1の時に最小値4って行きたいんですけど、これ最小値4じゃないんです。これ何かっていうと、これ2になります。最小値2で、これなんでかっていうと、ここで二乗が効いてくるんですけど、結局これここにルートがついてるんだよね、二乗取らなきゃいけないから。だから t の値は別にいじらなくていいんですけど、結局こうなった時最小値は4じゃなくてルート4なの。ルートがついてるから、今書いてないけどね、二乗取った時にここ全部ルートがつくから、本当はこういう状態になってる。いい、 t はこっちはいじらなくていいです、大丈夫なんですけど、最小値は4ではなくてルート4、つまり最小値2となります。ここ地味に落とすっていうね、まあ原点くらいはね、ここだけ間違うと、まあ原点、まあ途中式なかったら×かになってしまいますけど、まあ、こんな感じで二次関数とねコラボする問題も出てきますので、もし出てきたらね、こんな感じで解いてみてください。線引くの忘れたよいしょ。では今回は高校数学数 B のベクトルの成分4をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回からさっきもね、言いましたけど、内積が始まります。で、内積もね、内容盛りだくさんとなってるはず。まだちょっと番組そこまで作ってないですけど、撮っていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。